硬質コルチコイドの代謝効果。ナトリウムポンプの気候を含む糖質コルチコイドと、硬質コルチコイドの代謝経路電解質代謝は、溶媒中に溶解して電動性を持った物質が、生体個々の細胞に出入りし、生体内に分布する動態を言う。電解質は、水などの溶媒に溶解して、イオンを形成し、溶液に電動性を持たせる物質である。通常の溶媒は水であり、 生体内でも水が溶媒となる。電解質溶液、有解電解質などの4動電体が一体の電極により化学変化を起こすのが電解で、電解反応は溶極では金属溶解、酸素発生などの酸化反応を示し、陰極では金属積出、水素発生などの還元反応を示す。電解において流れる電気量と反応する物質量は比例し、 パラデーの電気分解の法則が示す通り 1g 当量の物質を反応させるために要する電気量はいかなる種類の物質でも一定である。塩化ナトリウムを摂取した場合、生体内ではナトリウムイオンと塩化物イオンとに乖離して存在するが、これらのイオン自体を電解質ということが多い。生体内の電解質にはナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、塩素、リン酸、 炭酸などがある。電解質代謝は電解質が生体においてで入り、分布する動態を言い、硬質代謝ミネラルメタボリズムを含む。糖、タンパク、脂質などの代謝は主に生体内における物質の生合成や分解を指すが、電解質代謝では電解質自体は変質しない。また、化学用語としての電解質は、NACL、水などに溶解し、イオンを発生する。 化合物を指すが、医学上は NA プラスや CL 自体を指して電解質ということが多い。電解質の体内動態は水の動態により規定されやすく、電解質代謝には水代謝も密接に関係する。電解質代謝は生体の内分泌、腎臓、神経により多様に調節されて、体内での向上性維持機構が守られる。 副腎皮質球上層から分泌される。硬質コルチコイドは、ステロイドホルモンのうち、電解質作用を持つものを言う。代表的なものに、アルドステロンがあり、NA プラスやカリウムイオンのバランスを調節する。腎臓の遠移尿細管が最も重要な、標的器官となるが、同様の作用は、消化管、唾液腺、感染に対しても起こる。硬質コルチコイドは、 NA の再吸収、K の分泌、アンモニウムイオン NH4 としてのプロトン H の分泌を促進する。K プラスや H の分泌増加は、NA の再吸収増大により、負の粘膜ポテンシャルが増加することで起こるため、硬質コルチコイドが過剰になると細胞外の NA 増加、細胞外液の増大が起こり、血清、K の減少を伴うアルカローシスが発生する。 細胞が液増大により血圧は上昇する。抗質コルチコイドの生成、分泌は、レニンアンジオテンシンアルドステロン系により調節され、副腎皮質刺激ホルモンの関与は少ない。詳細は、NBA、KATPR ゼオ、参照核イオンの濃度が一定の範囲を超えて、上昇、低下を示す、各種病態を電解質代謝以上という。ナトリウム、カリウム、カルシウム、 マグネシウムのほか、塩素、リン酸、炭酸などが重要な電解質代謝を営むが、次のようなものが、電解質代謝異常とされる。高クロル血症、低クロル血症は、それぞれ高塩素血症、低塩素血症とも呼ばれ、高リン血症、低リン血症はリン酸に関わるものである。また多くの場合、電解質代謝異常は、水代謝異常を伴い、水、 電解質代謝異常と呼ばれる病態での発生、もしくは、これへの進行が多く見られる。電解質代謝が正常に機能するためには、浸透圧調節に寄与する、死傷株下水体公用系死傷株のみ水中枢の2系統に加え、接触調節に寄与する、死傷株接触中枢が正常に作動することも、必要である。水代謝は、水が生体内に出入りし、 分布する動態を言う。水分は地球の全生態に不可欠な成分で人体においては対構成成分の60から70%を占め、顔料は年齢、性別、死亡量により差がある。人体内の水分は飲料水、摂取食物中の水、代謝水が急減となる。水は体内で栄養素の運搬、代謝の媒体、浸透圧の維持。 老廃物の搬出、体温調節など様々な生理的役割を果たす。正常な場合の水代謝は、バソプレッシン分泌と効果による飲み水で調節される。この調節に関与する受容体は、全死症下部に極在する浸透圧受容体、オズモリセプターと左心房の容量受容体である。水過剰の状態では、後分泌は抑制され、 濃度の低い尿が多量に排泄されて、体内の水分は減少し、硬活感が抑止されて、飲み水量は低下する。これと反対に水欠乏状態では、あと分泌が促進されて尿量は減少し、硬活感が刺激されて、飲み水量が増大する。また水代謝には、人機能に関するものの他に、不完状酸消化管からの水分排泄があり、 さらに副腎皮質や甲状腺の機能、腎における尿素やナトリウムの不可量なども関与する。病態として、アドの欠損した尿法症では高度の多尿とそれに伴う多尿があり、また新因性多尿症では多尿に続発する多尿が認められる。このほか各種の多尿性疾患や不守性疾患も水代謝に異常をきたした病態で、アド不適合分泌症候群などで体内の水が、 他の溶質、特にナトリウムに対して過剰になった病態が水中毒である。不感状酸は単位時間に単位面積の皮膚を拡散により通過する水分量を指し、不感状節とも言う。発汗によるものは含まない。皮膚表皮の角質層には水分はほとんど含まれないが、深層は組織液に浸り、水分は角質層を拡散して皮膚表面に達する。 これにより成人の日常生活では 600ml、日の水分が体外へ失われる。本来、不瞰蒸散は皮膚からの拡散によって失われる水分のみを指すが、不瞰水分損失インセンセブルウォーターロスと同義に、用い、呼吸軌道から失われる水分を含めることがある。人の血晶浸透圧濃度は289プラスマイナス4モーゼム、キログラム H2O に保持され、 この変動範囲はプラスマイナス10モーゼム、キログラム H2O 以内である。人を含む哺乳動物には、体液の浸透圧を一定に保つ浸透圧、調節機構がある。浸透圧調節機構には、死傷株下水体向陽系と、死傷株のミミズ中枢系という二つの独立した、系がある。下水体向陽系は氷尿ホルモンを介するため、アド系とも呼ばれる。 視小株した場上角、失望角には、浸透圧の変化を敏感に感受する、浸透圧受容体を含む、神経細胞群があり、その軸索は、下水体公用に至り神経終末を形成する。あとはこの神経細胞群で合成され、軸索流により、神経終末へ達し、下流として蓄えられる。分泌刺激には、浸透圧変化のほか、暗義テン神経によるものがある。 他方、死下株には、アド系と別に飲み水、活水を統合する部位があり、細胞外液浸透圧上昇、循環血液量減少に刺激され、飲み水の衝動や欲求が生じる。この飲み水中枢は直接、アンギオテンシン2の刺激を受ける。体液浸透圧、ボディフルードオスマッティックプレッシャーは、この老化水体抗陽系及び飲み水中枢系の2、 系統共同の機構により一定に保持される。第三因子は、利尿ホルモンダイレティックホルモンとも言う。人は、体液のバランス保持のため様々な機能を司るが、その一つに、ナトリウム排泄の調節作用がある。この調節作用には、子宮体ロカチアルドステロンの二つの因子があるが、1961年、デオーデナーラは、尿細管におけるナトリウム再吸収を抑制する。 ナトリウム利尿因子の存在を主張し、第三因子と名付けた。後に、第三因子は、近陰尿細管での水、ナトリウム再吸収を抑制することは解明されたが、その因子については、未だ不明瞭である。第三因子は単一の存在ではなく、複数あると推測されている。ありがとうございます。